神明偽装展開、精錬たる湖面月光を返す、沈めイノセンスアロンライト。一撃一瞬で終わらせる石灰剣技開始、つなげイノセンスアロンライト。君はもう私のものだ。血も肉もこぼさない、深い水底に連れて行こう。この名はアルビオン、教会を開く最後の竜。ジョフロアからフロモンへ、時を示せ、行けいたいと。朽ちるムクロよりいでよ、炎の息、鉄の翼、黄昏の空に産声のように、ホローハートアルビオン。飛びなさい彼方の空へ、お前はたとえ残骸であろうとも。これで飛びなさい彼方の空へ、お前はたとえ残骸であろうとも。サーヴァント・ランサー、妖精騎士ランスロット、召喚に応じ参上した。まだ僕との縁はそうないようだね。まあおいおい知っていけばいいさ。僕、いや私はメリュジーヌ、異分体ブリテンにおいて最強の妖精騎士と言われたもの。そうか、口いくだけの私でもサーヴァントとしてなら君の役に立てるんだな。うん、とても嬉しい。たとえひとときの夢であっても、私の翼は君のために羽ばたかせるよ。準備はできています。いつでも戦場へどうぞ、マスター。弱い生き物は強い生き物に従うのは当たり前の話だと思うけど、生存競争をしているわけでもないんだし。マスターとの関係？一心同体？ちょっと違う気がする。所有物？それも違う。恋人同士であることを示すのには言葉はちょっと難しい。円卓の騎士ランスロット、うん、陛下に聞いた通り、清廉で、流麗で、誠実で、立派な騎士だね。私も鼻が高い。え？ちょっと待って。今トリスタン卿と一緒に、妻のいる騎士としてあり得ざる行動をしていたような。あれ？陛下に僕、そういう目で見られてたってこと？君がエルメロイ2世か。反人類史におけるブリテンの神秘、その現状に詳しいそうだな。
いいだろう。私に聞かせて。こっちの歴史においてアルビオンはどうなったんだ。虹は好き。それが光の分散に過ぎなくとも、今の私を形作る最も美しい憧れ。嫌いなものは思いつかないな。バーゲストに敵視されているのはちょっと辛いかも。聖杯。あ、うん、なんでもない。とても優れた燃料だと聞いたから。種火のすごいやつなんでしょ？食べてみたいな。自由な空があるのに部屋にいるなんて。私はスタンバイ OK。 テイクオフしましょう。主従関係、要は自然の掟ね。強い者には従いなさい、絶対に。つまり私に従って。私はあなたに呼ばれた竜。あなた以外の者をマスターと呼ぶ気はないわ。ファブニール。人間から竜になった者もいるのね。以前の私なら真っ先に排斥していたでしょう。でも今は許します。竜が人になることもあるんだから、その逆もありです。モリアーティ。持って回った話術は私の趣味ではないけど、あの宝具は、控えめに言って、めっちゃタイプ。副武装として翼につけられないかな。ここだけの話、暗い方の湖の騎士は割とタイプ。覚えておいて、マスター。マシンガンにときめかない戦闘機はいないのよ。トロイの木馬？生意気にも変形機構まで持って。羨ましい。いいわ。どちらが戦闘機として優れているか。曲に飛行で勝負よ。オデュッセウスの木馬は感化できないけど、エウロペのタロスはいいと思うの、私。あのデザイン、温かみとユーモアがあって好き。私と違うジャンルなところがとてもいいわ。好きなもの？目の前にいるけど、いちいち言わなきゃいけない？弱点、苦手な分野、というものはありません。私は最強なので。嫌いなものはあるけれど、ね。聖杯なんて、たかが核融合反応程度でしょ？そんなの、私の中では日常茶飯事よ。竜の炉心というのだけど。ありがとう、マスター。この種火、美味しいね。へえ、出力が少しだけ上がったみたい。生き物って、こういう風に成長するんだ。もっと早く、もっと強く、でしょ？もちろん、いくらでも、
君のために。一つ、二つ。ずいぶんとのんきなのね。これで成長させているつもり？魔力の結晶、便利。どこの神話体系の技術かしら。知恵と火の神？レベルアップ、おめでとう。ありがとう。際限なく食べたい、これ。普段着というものに変わってみた。この服はあまり汚したくないな。霊気のギアが上がったのかな。この先はきっと。ああ、やっと元の形に戻ってきた。見て、マスター。これが妖精国を焼いた機体、メリュジーヌの真実、アルビオンの最後のかけら。この姿になった以上、後戻りはできないわ。世界を焼く炎で、思うままに走りなさい。最後の竜は朽ちてしまった。肉は腐って、泥になって、その中で、私は目覚めた。もう白い翼を持つことはないと思っていたけれど、こんな奇跡が、起こるのですね。礼を言うわ、私のマスター。今日があなたの、そして、世界が神聖する日。さあ、どんな週末をお望みかしら。始める。吹き飛ばされないよう下がっていて。瞬きの間に終わらせる。私に任せて。はあ、いいよ、両断する。来るがいい。復唱する。次はねえ、次は仕留める。見てて。遅い。敵生命境界、補足。そこだ！やる！ふん！はっ！で？冷たく、
鋭く。ハイアングルトランスファー！ここから砕く！ネイル、飛べ！ふぅ、出やん！行くよ、アロンダイト！切り裂け！ついてこい！ファング！巻き上げる！右、左、正面！はぁ、バンカー！これで、噛み砕く！カットライン、ラウンスロット！聞かない。ふざけてる？うん。悔しいけど、一時離脱する。誰か。私のマスターを守って。いや、でも。油断したんです。油断したんです。私に落ち度はありません。戦闘終了。面白みのない戦いでした。面白くても別に嬉しくはありませんが。ふぅ。敵が多いんだね、マスターは。それはそれで、私には都合がいいけど。竜に挑むのか。その勢いよし。望み通り殴ってやる。万有のつもり？そういうの、私嫌いだから。体内魔力上昇。マナ放出。いいよ、ほら早く。当然、切り落とすけど。この体、ちょっと。ああ。かゆいところに。どう？ちゃんと命令して。早く。もっと早く。最悪、私にそれ言う？いいでしょう。ひれ伏しなさい。この星で一番の心臓を。雨。波。で、で、で、刻め。無防備。弱い。はぁ？一口で潰す。はぁ？より早く、ひざまずけ、なぎ払う、はぁ、まき散れ、そこだ、落ちろ、暴れるな、楽にしてやる、生意気、これでどう？痛い、痛い、痛い、ふん。いいんだ。もともと死んでいるようなものだったんだから。これが勝利。悪くない。空っぽの胸が弾むようだ。私が竜の姿なら丸ごと食べているところよ。最後の最後で、運が良かったのね。改めて挨拶をしようか。私はメリュジーヌ。元の個体名は違うものだけど、どうかこの名で呼んでほしい。あまり人付き合いをしてこなかったので、口下手で気は利かないだろうけど。これから精一杯努力するから、長い目で見てほしい。英霊というのは多種多様なんだね。人間だけかと思えば動物や怪物、機械までいる。これなら私も馴染めそう。割と忙しい身なんだね、君。部屋に来たのにいないというケースのが多いし。まあ、そうだよね。マスターとして優秀なのは
いいことだけどね。空中戦は得意。きっと誰にも負けない。そこのところ、よく意識するように。え？わかってる？飛行速度が人類の範疇にない？当然。だって私、竜だもの。感性も無効化できるし、加速だって思いのままだ。すごいでしょ？戦闘で褒められるのも嬉しいけど、こうして一緒にいて、意見を交えて、理解していく方が、私は嬉しいんだけどな。あと、竜なので、夜は体温が恋しいな。この姿が恐ろしい？それでいいのよ。恥じることはないわ。私は妖精国のメリュジーヌ。竜の妖精。人間とは相入れない、幻想の生き物よ。あなたたち人間が当たり前のように使う気遣いは、自然界にもあります。同族、家族以外の生き物に手を差し伸べられるのは、生き物として良い状態であることの証です。数少ない、その長所をよく伸ばすように。伸ばして。わかるわね。妖精の姿であれ、竜の姿であれ、私は控えめでおとなしい、寡黙なメリュジーヌ。でも、なすべきことはためらいなく行います。基本、即断即決です。寂しいと感じたら、容赦なく攻め込むのも、まあ、そういうことですので。翼を展開した私は最速よ。軌道から 0.3 秒で空気の壁を突破する私に、追いつける英霊がいると思う？私は幻想種である竜の中でも、さらに希少な地平線の竜。とてもすごい。だから、唯一無二のものとして扱って。あなたをそう思っている以上、私をそう思ってください。以上です。